は最近購入したこの商品。ピアノの下は行かれることがありますでしょうか。皆さん気になるのが防音成分だと思うんですよ。去年の9月に引っ越してからもうすでに何度もここで動画を撮っているんですが、何気にね防音室紹介ってまだしてなかったなと思って紹介していきたいと思いまーす。この防音室なんですけれども、私たちが特別ね特注で作ってもらったとかそういうわけじゃなくて、防音室がもともとついている物件を探して発見しました。なのでどうやって作ったとかどこの業者に頼んだとかちょっとそこはねお伝えできないんですけれども、ということで早速入っていきましょう。まずねドアが1枚またドアがありますね。じゃーん、感じでございます。まずね入って左側にグランドピアノがありまして、全体はこんな感じです。皆さん大丈夫ですか？一応私ねこれを撮るためにちょっと片付けたんですけど、これでも汚すぎて弾いてない？大丈夫？ちょっとねいろいろ紹介していきたいと思います。ここがねさっきのドアですね。でこのドアのこっち側にいつもねこちらの大きな存在コントラバス様がいらっしゃいます。横にはこのコントラバスの椅子ですね。こんな感じで置いてあります。まあ、これが松ヤニ、ミルクボーイの漫才見てもらったら分かると思うんですが、溶けた松ヤニという最初に出てきたこの松ヤニですね、噂の。これはコントラバスのお尻の部分の針が地面に直接刺さらないようにするやつですね。でこれチューナーと思います。ほんでここに弓が置いてありまして、この隅っこの方にですねなんかぐちゃっとまとまってますが、この辺は多分機材かな。ちょっとねいろいろ見ていきましょう。こちらはフランクプロートの楽譜になっております。これはこうちゃんの楽譜ですね。なぜかこんなところに置いてあります。あ、これは最近購入したライブ配信とかで使うやつと思います。私はね機材のことよくわかんないんですが、スタインベルクというところの UR44C って書いてます。これなんかマイクとねつなぐやつみたいですよ。これは3匹の箱で、この中にまたいろいろ機材がね入ってて、そうそう最近ね、あ、今のやつ最近買ったって言ったんですけど、これが前使ってた UR22C って書いてます。22から44に変わったんですね。私のことやのに全然ね分からなくて、この辺はもうこうちゃんに任せっきりになっております。ありがとうございます。ということでこれはちょっともう使わなくなっちゃいましたね。これはいつもこう聞くヘッドホンですね。こうちゃんがおすすめの坊主かなんかのイヤホンですね。坊主って書いてます。これはマイクの線ですね。それからあ、このさっきのね坊主の箱、この中にはですね実はマイクが入っております。じゃーん、こちらのマイクは最初に買ったマイクです。ロードのねマイクって書いてます。これをね以前は使っておりましたが、後ほど出てくる新しいマイクをね今使っております。マイクは高いんです、ほんまに。本来ここに入るべき坊主の人は追いやられてマイクのケースになっております。ここはこんな感じ。あ、こんななんかカラオケ用のマイクみたいなのもありますね。どんどん紹介していくぞ。今ここを見てたんですが、お次はここですね。このカメラはオンラインレッスンで私がレッスンするときに使っているマイクです。使っているマイクです。このカメラはマイクです。これはね結構いいカメラらしい、ソニーのね。今も売ってないんですよ。これはね機械をよくご存知の方知っていらっしゃると思うんですが、ソニーの HDR-MV1 という機械なのですが、これ私はねちょっとすいません価値を分かっていなかったのですが、聞くところによるとなかなかいいカメラらしくてですね、もう今売ってなくて価格が高騰しているみたいです。でもこのおかげでねオンラインレッスンが可能となっております。ありがとう。ってことでこれですね。これ自体は IKEA のなんとかなんとかなんですけど、ちょっと忘れたんですけど、でこれは私鼻水がよく出るのでティッシュですね。これはリストの楽譜ですね。あ、これはですね肩をストレッチするときにゴムを使ってやるといいよと教えてもらったんでやってます。これをねほんまタオルがいいんですけど、タオルやと私の場合は後ろに行かないんで、このね伸びるゴムを使ってこうやって後ろに寄るんです。皆さんもねやってみてください。めっちゃもう無理ですこれ。たーって感じです。この中は一番何も使わないやつが入ってますね。なんかマイクのモフモフとかその他わからへん線とかが入ってます。ここはあのオンラインレッスンの時に使う機材とか線が入ってます。
これはこうちゃんとねお揃いで買ったんですけど、結構ね演奏する時に指輪を取ったりするんですけど、そういうの時にこうここに挿して置いとけるやつです。ここの部屋に1個と、これの K バージョンがキッチンに置いてます。ほんでこれはまあ時計、この時計もね私めっちゃこだわって探したんですよ。でこだわりポイントとして、皆さんね分かっていただける方も多いかと思うんですが、秒針がこうカチカチ言わないやつ、滑らかに動くやつがどうしても欲しくて、前の家の時計が可愛かったんですけど、ピッピッピッって言うたら、まあ、テンポ60でねカチカチ言うんで、それが気になってちょっと練習集中できへんみたいな、テンポが取りにくいってことがあったので、滑らかに動くタイプがおすすめです。でこっちの箱はじゃん、ピアノを掃除したりするやつが入ってます。ピアノの鍵盤のカバーとか掃除グッズとかが入ってます。これは何でしょう。こちらが今メインで使っているマイクでございます。これはノイマンですね。ノイマンっていうねすごいいいマイクなんですよ。何だっけ、これ KM184 って書いてます。これとさっきのロードを4本で使ったりとか2本だけで使ったりとかしております。宝ですね。宝をこんなところに入れていて果たして良いのかという疑問は残りますが、これはね普段あんまり動かさないんで、コントの時にこれをね机の代わりに使ったりするぐらいであんまり動かしません。これはなんかもういっぱい線、とりあえず線、こんな感じでいろいろね機材的な何かが入っております。そしてここの鏡なんですが、まあ、全身鏡を使っていつもこう練習をしながらフォームを確認したりとか手のね感じ確認したりとかしながら練習してます。そして紹介するまでもなく、こちらがグランドピアノさんです。前もね動画でご紹介した通り横幅がギリギリ入りました。この上なんですけどね、ほんまはこう全開にしたいんですけど全開に実はできなくて、それがね本当に心残りで残念なんですが、半分しか開けられないという残念な状況です。ではピアノの向こう側に行ってみましょう。皆さんピアノの下は行かれることがありますでしょうか。前回のね家ではピアノの下に物を置いてたんですが、今はこの通り一応ほとんど何もありません。あるいはピアノのカバーなんですが、一応ねピアノの下はこの鏡板があるので、ピアノの下には何も物を置かない方がいいんですよということで、いた！いた！最悪。何回ここで頭を打ったことか。今日はちょっと動画に集中してしまって頭を打ってしまいました。ということで、はい、ここに来ました。こんな感じ、ピアノのこっち側にね一応スペースがあってここに来ました。ここにこのマイクスタンドをね置いてあって、今マイクはさっきお見せしたんですが、ライブ配信とかやるときにはここのマイクスタンドにマイクをつけて音を拾ったりしています。ほんでめっちゃ空っぽ、ここにね楽譜をしまっております。ここにね実はちょっと可愛いものたちを置いたりしてるのですが、普段見ることがないのであんまり意味ないな。肝心の楽譜なんですけどね、めっちゃ少ないと思いますが、こんな感じ。めっちゃ少ないのはですね、うちはね姉妹でほとんどの楽譜を共有しておりまして、その中でも絶対自分が買ったっていうものしか持ってこなかったんですよ。となると高音の量になりました。なので大阪の家にねほとんどの楽譜があって、あとちょこちょこ滋賀の実家にもあったりしますが、なので今あるのがこんだけなので、ちょっと楽譜をね大量買いしたいこの頃なんですが、皆さんね気になるのが高音性能やと思うんですよ。で今からねちょっとここカーテン開けると外が見えるので、もしかしてモザイクだらけになるか、もしくは今もうすでに真っ暗なので大丈夫か分からないけど開けますね。多分これはモザイクですね、この感じは。これがまあ窓になってるんですけど、ちょっとお見せしますね。この窓まず1枚ついてて、2枚ついてて、なんと3枚ついてるんですね。これはねちょっとこっち側に鍵があって今ちょっと開かないんですが、3枚プラス網戸ということで、結構ちゃんと防音性能はしっかりしております。わ、なんか虫入ってきた。
で、ここの間取り図を見ると何デシベルというね情報が書いてるんですが、一応ここのお部屋は遮音性能がマイナス65デシベルって書いてあって、あんまデシベルに関してはそんな詳しくなかったんですが、それを友達とかに言うとめっちゃいい防音室やんって言われることが多くてですね、でピアノの音が100デシベルぐらいなんですって。でそっから65をマイナスすると35デシベルになりますよね。鉛筆で物を書いたり勉強したりしてる音ぐらいがなんか40デシベルみたいなことがネットに書いてましてですね、まあ言ったら全然気にならない程度の音になるっていうことなんですよ。ってことで今から私がちょっと大きめの音の曲を弾いて、助っ人さんにですねそれをちょっと外に出て、大体どれぐらいの音量とか音になるのか、防音性能がどれぐらいなのか試しにやってみたいと思います。ってことで助っ人さんをお呼びします。あ、今度はほんまに気をつけて帰ろう。後頭部めっちゃ痛いんやけど、明日絶対たんこぶ。皆さんも気をつけなはれや。助っ人の方をお呼びしました。はい、もちろんこの方でございます。今度は隣の部屋に行ってみます。次はリビングにちょっと行ってみます。というわけで私は旅に行ってきます。